吹き矢。吹き矢とは、一から三メートル程度の中空の筒と、これに使用する針がついた矢、弓矢の矢とは違い、ダーツの矢に近いが、矢羽根の形状が大きく異なるからなる、狩猟や競技に用いる道具で、講義には飛び道具と言われる武器でもある。吹き矢は、弓矢とは違い、吹き灯と言われるものに矢を込めて、筒の片側から口で息を吹き込んで、その空気圧によって、 矢を飛ばすものである。弓矢の矢羽根は風を切り、その空気抵抗で直進性を高める役目を果たすが、吹き矢の矢の矢羽根は、筒と矢の密閉を高め、空気圧が筒に装填された矢の前方に漏れなく矢に、伝えるための構造を追っているという機能の違いから、風受けと呼称される。吹き矢は、吹紀と矢からなり、矢について、特徴的な部分は、対象に刺さるための針と、 吹きの内部で密閉性を発揮するシール構造から構成され、このシール構造は風受けとも呼ばれる。矢は金属製の針のほか、石製や竹や木製など、硬質の針状の素材であれば様々なものが利用できる。風受けには古くは、針や針状に細長く加工した竹に、動物の体毛や樹皮や、比較や布な中から円錐に加工した紙の風受けが、 日本では使われてきた。現在では紙や樹脂フィルムなどを円錐型に巻いた矢は日本独特のもので日本以外では針金や竹串に柔らかい素材のコットンやプラスチックの円錐の風受けがついている矢が用いられている。吹き刀は日本古来のものとしては木製で長尺の木に半円の溝を掘ったものを貼り合わせた八角柱や円柱の筒や 竹の内側を均等に加工したものや和紙を丸めたものがあり、それぞれの筒の内や外に漆を塗ったものがある。現在では様々な工業製品の空洞の円柱を吹き筒として代用できるほか、紙などを丸めた手作りのものから市販される玩具や競技用のものなどがあり、主にプラスチックなどでできている。また口術するように針の部分を他のものに置き換えられたものもスポーツや 娯楽の分野で利用されている。古来から世界各地で狩猟具として利用され、南米や東南アジアの狩猟を糧とする民族によって、今日も狩猟具として活用されている。これは弓矢より形態が容易なことをはじめ、密林では弓矢より吹矢の方が、矢羽の風切り音が静かなこと、飛距離は弓矢ほどではないが、 長い吹き刀を使用すれば高い命中精度が期待でること、さらには小さい矢が植物の枝葉が邪魔な場合に有利であることに加え、毒を併用すれば小動物のみならず、ある程度の大きさの動物を捕らえることもできるといった理由によものと考えられている。日本では同様に小動物の狩りに使われ、文献例としては17世紀末成立の浮きを増し、 公職二大男には、吹き矢で鳥を狩る記述が見られる。角川古語辞典改定版、改訂148版1971年。毒と併用して暗殺などにも使用されたという、伝承もあるが定かではない。また忍者などが使ったともされるが、忍術標榜書として知られる、万宣集会、1676年上では、日本の忍者が吹き矢を利用したことは確認されない。 一部の忍術流派では、実際に使用したとされる吹き矢が残っているものの、どの程度の実用があったのかは分かっていない。その一方、江戸時代には、遊戯や掛物としての射的の出典として、庶民から大名までもが玩具としての吹き矢で、的当てなどをしていた。これは、大正時代まで続いたが、明治維新の西欧化や風営法の設立などによって、廃れていった。現代の日本では、 武器としての吹き矢ではなく、危険性のない矢を用いた娯楽やスポーツとしての吹き矢が主流となっている。その日本国内では、1990年代より、スポーツ競技としてや健康法としての吹き矢に脚光が当てられ、スポーツを主体とした活動団体として1998年に設立された日本スポーツ吹き矢協会が主導役割を果たしてきたが、 楽しく健康を増進をしながらの仲間づくりを目的とした吹き矢の活動団体として、日本吹き矢レクリエーション協会が2004年に発足し、楽しむことを主体とした吹き矢を提唱している。一般には息を吹き込んで使用するため、吹き矢を装填した吹き糖の本体の片方を口にずつがって使用する。照準は筒の先端を口にずつが、 うことから、おおむねその誤差を経験と感によって補正する必要は、あるが、至近距離でも、一定の命中精度ではない。発射速度は、肺活量と、胸や腹の筋力に左右され、その多くは、狩りでも小動物などがせいぜいである。筒の長さを延長すると、それだけ初速を稼ぐことができるが、筒容石も増して、より多くの肺活量を必要とする。このため、 より大型の動物を対象とした狩猟に用いる際には針の先に毒を塗布して利用される。これにより獲物を確実に仕留めることができる。なお、毒の種類によっては外傷から注入されると麻痺ないし致死させるものであっても経口摂取しても問題ないものもあり、大型の動物を捕らえる狩猟道具として使われた地域ではそのような毒物利用の文化が発達している。 経口摂取で問題を起こさない毒物の発達しなかった地域では、せっかくの獲物を毒物で汚染させてしまう狩猟用の吹矢はそれほど発達しなかった、食肉を得るわけではない遠隔からのマスや暗殺などといった用途では利用された。また、こういった毒矢としての利用から、特定の動物種の名に吹矢が関されている例もあり、 猛毒吹き矢ガイルのように毒を持つカエルのいくつかは吹き矢や毒矢に利用されてきた。使用される毒物に関しては、弓矢による使用、いわゆる毒矢と合わせ、アメリカ先住民族の使用したクラーレ、ディーツボクラリンが代表的だが、東インドの未開民族の間ではストリキニーネが古代のガリア人が使用したヘディー、ベラトリンを主成分とする有毒植物などが知られている。 現代では、近距離からの動物の捕獲のため、麻酔薬の入った注射器を矢としたものが獣医師などに利用されている。スポーツ用品やガングとしての吹き矢もあり、スポーツ吹き矢では専用の器具を使用するが、これらスポーツ用品であり狩猟具ではないため、矢は軽く作られ、針の部分が短く、敵に刺さる、が病程度のものでしかない。またガングとしては安全性の観点から針の代わりに、 吸盤がついている製品もある。このような安全性に配慮した吹き矢で矢を吹いて当たった位置により命中精度や得点を競う競技である。吹き矢レクリエーションも同じく狩猟具ではないため安全性を十分に考慮し先端が尖っていない矢を使っている。この団体の特徴としてさらに安全面を考慮した特許商品である吸盤式の矢とま ビンゴゲーム式の的がある。特に介護施設や障害者団体、老人会、子供会、教育関係の団体を中心に全国に行われている。金星の玩具として、吹き矢人形が存在する。これは、田中久しげが発明したからクリ人形の記録、久しげの手記によるからクリ図案の中にも記述されているもので、人形が数本の矢を順次に筒中から吹き出し、 的を倒していく装置である。人の息でなくとも、いわゆる蒸気の力を用いることでも、吹き矢を射出、作動させることは可能であり、溜めた空気圧を解放させるという点は、気泡の原理ともにる、気泡の場合、手動であり、熱エネルギーを必要としない。自動吹き矢はあくまで娯楽文化としての発明。そういう名目でなと、幕府に目をかけられるであって、兵器としては利用されなかった。 からくりからくりの種類のからくり的も参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。